いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。大好物はね、鶏の唐揚げ。さらに言えばうちの勘が作る鶏のあんかけ。でもどれも勝てない、お前なかなわない。お前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯おかわりできるよ。だけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって前出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、だどもやれと言われりゃおい丼も男なわけで、風呂の朝寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで嫌いならないでね。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ道ならば。俺は何回お前を泣かせたんだろう。それに比べて何回笑わせてやれたんだろう。さらには嬉し泣きって言わせ技もお前は持ち合わせているから余計わかんなくなんだよ。ごめんねとありがとう繰り返せばいいんだよ。その比率は5分と5分に限りなく近いけど、例えば 999,919 回ずつで最後の瞬間を迎えた年をありがとうの価値はもう間違いない。必ずや到達するよ100万回。だってさ、だってさ、だってだってだってさ、だって俺のこの世の最後の言葉はあなたに言うありがとう。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなにのめり込んじゃっていいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ道ならば。あなたといる意味を探したら明日を生きる答えになったよ。明日を生きる意味を探したらあなたといる答えになったよ。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよ、いいんですよ。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、むしろそうであってほしいんですよ。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。あなたが愛した人ならば、あなたが望んだ人ならば。